OK、メガネ、アクセサリー、リコードでございます。今回は使っていなかったですね、あの、ゆきこ花井デザインのメガネフレームをですね、今回あの、単焦点から遠近両用のレンズにですね、公開いたします。そのことについてちょっとあの、お話ししたいと思います。今回ですね、このようなあの、花井ゆきこデザインの、ほとんど使ってなかったらしいですね。 まあ、ほぼこう新しい感じでございますけど、こういう、もともとは単焦点、まあ、禁止だけの度数、遠くだけの度数ですね、を今回の遠近両用に、あの、交換いたします。まあ非常にですね、あの、こういう使ってないフレームね、もったいないですから、ある意味ではそういう、生かしてですね、この今のお客様に合った度数にこう交換すること可能でございますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。